はい、どうも、トコチョです。というわけで、今回はこちら。ポケモンカードゲーム、ソード&シールド、25周年アニバーサリーコレクションでございますね。25th Anniversary Collection、こちらのボックス開封させていただきます。よろしくお願いいたします。あとは、プロモカードパックもね、届いておりますので、こちらも合わせて開封させていただきますと。今回ね、発売日初日にポケモンカードを探しにね、コンビニの方回ってきたんですけれども、もう今回ついにね、コンビニでは一切見つかることがございませんでした。なので、私の手元に、今届いているものとしてはこちらワンボックスのみといったところでございます。ポケモンセンターで、抽選で当選したものになりますと。というわけで、こちらのパックですね、ポケモンカードゲーム25周年を記念して作られたパック、まあ、結構お祭り的な意味合いで作られたパックという感じなんですけれども、まあ、ピカチュウ V ユニオンが一番欲しいかな。いろんなピカチュウを、いろんなイラストレーターさんが手掛けて、一つのカードにまとめられたと。1パックでカードが5枚入りで、そのうち1枚がエネルギーということなので、ピカチュウ V ユニオンは、まあ、4枚セットで封入されているかなといったところでございます。で、ザシアン V とザマネズダ V も何回カード化されるんだっていう感じで、能力違いのものがいくつか出てますけれども、私はあのスターターに入ってるやつが一番強そうかなと思って、正直そちらの方を、まあ、待ち望んでる感じではあるんですけれども、今回のザシアン V、ザマゼンタ V はいずれも超タイプ、トータイプであるというところが、まあちょっと特徴かなといったところですね。あとはね、このプロモカードパックですね、こちらもかなり語りどころが多いので、こちらボックスの開封が終わってからですね、開封させていただければと思っております。よろしくお願いします。さてと、それでは一パックずついきますよ。よっこらせのさ。今回ね、全28種類とちょっと種類数は少ないので、よいしょ。まあ語るところはちょっと少なそうな気はするんだけれども、まあバンバン語れるところ語っていきます。まずは超エネルギーからスタート。よいしょ。ルギアで、よいしょ、ホウオウ、いいですね、セットですね。そしてルナアーラで、よいしょ、ソルガレオではない、あれ、すごいですね、同じカード2枚出ることあるんですね。で、こんな感じ、あ、へえ、そうなんだ。光ってるキラ版と通常版と2種類あるんですね。へえ、これ全部のカードで2種類あるのかな。通常版の方号とキラ版の方号、両方とも同じ、パックから出ましたね。そんなこともあるんですね。なるほど。今回ね、ちょっと全部のカードがキラカードなんで、一応ちょっと1パックずつ封入していきますね。はい、というわけで、1パック目改めまして、セットで出てきてくださったのが、ホウオウとルギアの2枚でございます。見てわかる通り、イラストが真ん中で繋がっておりますという感じでございます。いいね。一つのデッキでこれまとめて使ったりできないかな。使ったりできたらめっちゃオシャレなんだけどな。あと、あれですね、カジュアル対戦でさ、ダブルバトルみたいなルールちょっと考えて、こういうペアでバトル場に出すような、そんな大会とかできたら面白くないですか。多分今回ね、対になってるカードめっちゃあると思うんですよ。で、ザシザマとかを並べちゃうとちょっと大変なことになると思うので、ホウオウルギアみたいなレア枠だけでデッキ組んだりとかしてさ、なんか対戦してみるとめっちゃ面白いかもしれないよね。ちなみにイラストレーターさんはどちらも斉藤幸喜さんでございますね。いただきました。ありがとうございます。キラだったカードっていう感じでここに置いとくかな。じゃあ2パック目いきます。よいしょ。はい、次は鋼エネルギーでございますね。いいね、鋼からの、よいしょ、レアルナアーラがダブっていくからの、水タイプ、カヨガ、よし、からの、よくせお、ダブルレアが来ました。アーキー CG ワークスさんのイラストで、ピカチュウ波乗りかな、いや違うね、風船がございますね。空飛ぶですね。空を飛ぶピカチュウ V、 いただきました。そして、よいしょ、ルギアが光りました。いいですね。さっき鳳凰が光って、今度はルギアが光りましたといった感じでございます。素晴らしい、ありがとうございます。盤面をきれいにした方がいいね。よいしょ。では3パック目貸していただきます。よいしょ。はい、草エネルギー、いいですね、エネルギーがダブらない。お、来ました、グラードン、いただきました、ありがとうございます。そして、お、海洋川、ここでもう一回出ましたね、素晴らしい。からの、くすべあやさんのレシラム。そして最後、有田光弘さんのフルアートのイラスト、ピカチュウですね、いただきました、ありがとうございます。
はい、というわけで、じゃあまずは、まあここですね、皆さんもご存知の通りだと思うんですけれども、有田光弘さんのピカチュウフルアート版でございます。キューラの頃の、第1弾ポケモンカードゲームに収録されたピカチュウのイラストの書き下ろし版、再録版という感じですね。ポケモンカードゲームキューラ第1弾はゲームの開発と同時進行で進められたらしくって、杉森健さんの公式イラストがまだ存在しないポケモンも数多くいたそうです。なので一部のポケモンカードはゲームのドット絵から実際のポケモンを想像しながらイラストを手掛けたみたいな開発秘話も残ってますね。はい、というわけで改めまして、海洋画とグラードンをご紹介させていただきましょう。デアスレーターさん、布施龍太さんがご担当されているものでございます。こんな感じで対面になるようなイラストにはなってるんですけれども、背景などは特につながるような表現にはなっておりません。で、こちらのイラストかなり古いカードでですね、似たようなコンセプトで描かれたイラストがございまして、マグマ団 VS アクア団ダブルクライシス、こちらに収録されていたマグマ団のグラードン EX とアクア団の海王が EX、 この2枚でございます。その当時はですね、グラードンが左側、海王が右側という感じだったんですけれども、今回は逆側の立ち位置になっています。あとは、EX の頃は、まあ、海王が EX、 おそらく海上にいるような姿で描かれていたんですけれども、今回の海王がどうやら海の中っぽい感じですね。海洋画と一緒に泳げるってアクア団すごくね、よくよく考えるとどんな速さで泳いでるんでしょうね、すごいな。ちなみにアクア団の海洋画 EX、 マグマ団のグラードン EX、こちらのイラストはなぎみそさんがイラストをご担当されておりますね。なぎみそさんのイラストで今回も再録したらよかったんじゃないって一瞬思ったりはするんだけれども、まあ普通のイラストもかっこいいんでね、どちらも良いかなと思います。ぜひとも4枚揃いで、飾ってみたい、そんなカードでございましたといったところです。ありがとうございます。はい、では4パック目いかせていただきますね。よいしょ。なんかものすごい光り方をしているものが来ている。見たことないイラストな気がするぞ。いきますね。いや、え、あ、違うわ、そういうことね、わかりました。ピカチュウ V ユニオンいただきました。よいしょ、ありがとうございます。はい、よくせ、はい、よくせ、はい、横瀬からのドンドン。はい、これ向きどうなってんの、こうか。まずは拝ませていただきましょう。はい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 、よいしょ。いやー、並びましたね、綺麗ですね。はい、というわけで改めましてピカチュウ V ユニオン無事手に入りました、ありがとうございます。いやー、改めてこのサイズで見ると圧巻ですね、でかいね、いいね。どのイラストレーターさんがどのピカチュウ描いてるかってもうすでにご存知ですかね。あのまとめの動画をね、私のチャンネルの方でね投稿しておりますので、そちらの方ぜひとも見ていただければと思います。まあやっぱ江川さんのピカチュウがこの中では一番好きかな。この大山さんのピカチュウね、これいいよね。キューラからのファンにはなんかグッとくるような、そんなピカチュウになっちゃいますと。ピカチュウ V ユニオン、この左上の方だと川陽さんがね、手がけたピカチュウがいらっしゃいますという感じなんですけれども、川陽さんのピカチュウね、実は右上の方にも耳が飛び出してるんですよね。さてさてさて、川陽さんのファイルに果たしてどの部分を入れたらいいのかちょっとわからんのだけども、どうしようかな。とりあえずワンセット当たったんだけれども、私が集めてるイラストレーターさんの数だけピカチュウ V ユニオンを集めないといけないのではないか疑惑がちょっとあるので、さてさてどうしたもんかなと思うところです。あ、そうだ、あのさ、海外版だとさ、あのこのフルアートで1枚になった大判のカードがさ、プロモーションでついてましたよね。めっちゃ羨ましくない？ここの有田光弘さんのピカチュウの背中に星マークがつかないんですよ。ちゃんと綺麗にカードの形になってるやつね。なんであれ海外限定で出しちゃうのかな。日本でも売ってほしいんだけどってめっちゃ思ってます。日本でも売ってください、お願いします。はい、というわけでピカチュウ V ユニオン、はい、無事手に入りました、ありがとうございます。これはトリプルレア枠、こちらですね。では5パック目いきますね。よいしょ。はい、アクエネルギーからの、よいしょ、お、トレーナーズが来ました。博士の研究いただきました、ありがとうございます。からのミュー、いいですね、不思議な尻尾めっちゃ強そう。からの、コスモウムでございます。そして最後が兵庫の助さん、ピカチュウ V ですね、いただきました、ありがとうございます。兵庫の助さんがフルアートを手掛けるのはまあかなり珍しいものになっておりまして、これまでの中でいくと、ファイアーサンダーフリーザー、サントリーですね、サントリーのスペシャルアート、あとはドガースのキャラクターレアで、
あとはバンギラス V のスペシャルアート以上かな。なので、スペシャルアートとかキャラクターレアでしかフルアートは手掛けていなかったので、ダブルレアのフルアートとなると兵庫のすけさん初めての収録という形になりますね。はい。で、博士の研究、これいいですね。なんかさ、こういうイラスト見るとさ、マジック・ザ・ギャザリングのアングルードとかアンヒンジドとか、アンシリーズのカード、すごく連想するんですよね。なんでさ、この博士の研究だけこういう仕様にしたのかな？ね、ミュウとかもさ、やってやりゃいいじゃんね。枠ぶち抜いた感じのイラスト。このあたりさ、なんかちょっと詰めが甘いよね。クリーチャースね。それか押山清隆さんの提案でこういう形にしたのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、博士の研究、正直このイラストめっちゃ好きです。私、ね、4枚集めてデッキに入れたい。はい、続きまして、基本雷エネルギーからのディアルガー、いいですね。ディアルガー今回初ですね。5番グラフィックスさんがフルアートではないイラストを手掛けるのは本当に久しぶりなんじゃないでしょうか。まあもちろんグッズとかは手掛けてるんだけど、フルアートではないポケモンのイラストを手掛けていますという感じでございます。そして桐崎さん、これはルナアーラになるかな、どうだろう。よいしょ。あ、コスモームでしたね。まだコスモーク出てない気がするんだが。で、フッセデュータさんだから、これはグラドン。よいしょ。で、ラストが、よいしょ、桐崎さんのコスモーク、いただきました。ありがとうございます。いいですね。やっぱ今回のカード全体的にキラ加工がなされてるから、並べてみるとゴージャス感に溢れてますね。良いですね。お金かかってそうですね。はい、まだまだいきます。よいしょ。結構時間かけすぎてるな。頑張って向いていこう。水エネルギーからのコスモッグ、そしてよいしょ、イベルタル、かっこいい。いいね、井川明さんだ。やった、ありがとうございます。かっちょいい、さすが。で、桐崎さんのソルガレオからのよいしょ、5番組さんのディアルガで、イベルタルはよいしょ、江川明さんのイラストなので、こちらはダブルスリーブで封入していく。いいっすね。ニエネ、破壊の叫び、相手の場のポケモンについてる特殊エネルギーを3枚まで選んでトラッシュする。いいですね。場のポケモンについているって書いてあるから、1つのポケモンじゃないですよ。3体選んで1枚ずつ剥がしてもいいんですよ。これ強いよね。いいね。そして3エネのダークフェザーが100ダメージと。ダメージはちょっと狙えないんだけれども、相手の特殊エネルギーバンバンご用意削っていくような感じですね。悪タイプのデッキに1枚刺しておくと、いざという時にかなり重宝するかもしれない。そんなカードでございます。いただきました。ありがとうございます。素晴らしい。そしてソルガレオも来ておりますと、桐崎さんがね、今回すべての、コスモークの進化ライン、手掛けておられますので、あとはルナーアラが出てくれれば嬉しいなといったところです。さっき出た気がするんだけれども、まあいいや、また出た時にお語りしましょう。はい、まだまだいきます。そうそう、最近ね、ポケモンカードを向きながらポーカーやったら面白いんじゃないかっていうね、話をちょっと周りの人にたまにしてるんですけれども、今回のパックは、ルギアとホウオウとか、ソルガレオとルナーラとかさ、それこそコスモック、コスモーム、ソルガレオ、ルナーラみたいなね、2ペアとか4カードとか、なんか、そういうのが作りやすい、パックになってるので、正直そういう遊び方するのがかなり正しいような気がしていますと。といったところです。続きまして、基本水エネルギーからのレシラム、ピカチュウ、ピカチュウめっちゃ出るな。で、海洋ガからのザシャン V、 いただきました。ありがとうございます。特製剣の方法がついております。自分の番に1回使えて、使ったなら自分の番は終わる。自分の山札から超エネルギー1枚選んで自分のポケモンにつける。そして山札を切ると、ターンが埋まってしまうんですけれども、その代わり自分のポケモンの超タイプの、エネルギー加速するような、そんなカードになっておりますと。はい、自分のポケモンにつけるって書いてあるんで、ザシャン V じゃなくてもいい。ここはかなりね、使いやすいところでございますね。そして3エネストームスラッシュ60プラス、このポケモンについている超エネルギーの数 ×30 ダメージ追加という感じでございます。レシラムめっちゃ出るけど、全然ズクロム出ないね。これピカチュウってやっぱりあれかな、コモン枠なんですかね。ダブルレア枠じゃなさそうですね。いきます。超エネルギーからのゼクロム、言ってたら出たよ。やったね。海洋ガからのイベルタル、かっこいい。
そしてグラドン、はい、ミラー仕様のやつやっぱ数少なめですね。何枚入ってるのか後でチェックしておきましょう。はい、というわけで、レシラムゼクラムが無事揃ってくださいました。こちらイラストレーターさんがくすべあやさんという方でございます。くすべあやさんといえば過去にレシラム同じようなイラストのタッチで一度手掛けられております。この頃ですねポケモンカードゲームブラックホワイトの EX バトルブーストに収録されていたレシラムと同じタッチで書かれていますという感じですね。で当時はゼクロも書いてなかったんだけれども今回はゼクロも書いてみましたよと。背景はつながっていないタイプの2枚絵でございます。ただカードの能力は対になるような能力になっておりますと言ったところです。まああれですね、私がさっき話してたあの非公式戦のねダブルバトルやるんだったらこのペアはなかなか強いかもしれないですね。つったところです。いやーいいな。非公式ダブルバトルめっちゃやりたいな。はい。というわけで、そろそろ後半戦に行ってるかなと思います。はい。頑張ってミッキーで行きましょう。レアのパックですね。基本鋼エネルギーからのルナアーラ。ようやく来た。ありがとうございます。で、ゼクロム、パルキア。パルキアもようやく来たかな。で、ゼルネアス。ゼルネアスもようやく来たかな。対になるカードたちが続々並んできてくださっております。はい。というわけで、じゃあまずはディアルガパルキアでございますね。こちら2体が揃っております。両方ともゴアングラフィックスさんのイラストでございます。パルキアは結構強いんじゃない？特性絶対空間。このポケモンがバトル場にいる限り手札からスタジアムを出せないと。対面の性能がそんなに高くないような気がするので、彼がバトル場にどれだけ残れるかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけれども、まあそれでも相手にスタジアムを出させないってね、結構強力な縛りのような気がします。こいつを強化するようなカードが出てきてくれればもしかしたら化けるんじゃないかなと。で続きまして、ゼルネアスイベルタルですね。XY の電波でございます。はい、これもいいですね。この2つはなんかすごく綺麗に対になってますね。うわこれいいな。私この技の並び好きだな。まずエネルギーが完全に一致しております。で逃げるエネルギーも同じ、ヒットポイントも同じでございますね。はい。で、イベルタルの方は破壊の叫び、特殊エネルギー3つ破壊します。で生命の息吹、こちらは、山札の中から基本エネルギー3つ選んできて、自分のポケモンにつけることができるというものでございます。いやーいいね、とてもいいね。破壊する方と、加速する方と、なんかこの対比がとても素晴らしいと思います。そして技の方はね、どちらも3人200とね、いった感じですね。素晴らしいですね。であれですね、ルナアーラも無事出てきてくださいましたよと言ったところでございます。はい。イラストレーターさん、桐崎さんでございます。あの有名なアセロラエクストラですね。こちらを手掛けられたイラストレーターさんでございますと。キャラクターレアみたいな、なんかね、あのストーリーを感じる、そんなイラストになっております。とても素晴らしい。三つ編みから始まって最後最終進化になったタイミングでリリエさん自身もポニーテールに進化してるあたりがなんかまたちょっとエモいですよね。あとは駆けつける、これもねなかなかおしゃれですよ。このポケモンがベンチにいるときにこのポケモンをバトルポケモンと入れ替えることができるというようなカードになっております。これね、あのさっきのミュウさんと組み合わせるようなこともできるんじゃないですか。バトル場にいないと使えないような特性と組み合わせてあげるとものすごく面白い動きをしてくれるような、そんな気がしますね。超タイプと鋼タイプとっていう組み合わせができるかできないかっていうと実はできるんですよね。ここ無色エネルギーを要求してくる鋼タイプのソルガリオさんでございますね。めっちゃおしゃれ、いいよね。これ絶対にこのルナーラと一緒にデッキに入れてくださいと。やっぱおしゃれだな。今回のパックさ、まあイラストアドはともかくなんだけど、カードそれぞれの対比が本当に素晴らしいんですよ。久々にカードそのものにすごく愛を感じますね。このソルガリオに鋼エネルギーをつけなかったところもやっぱさすがだなと思いますね。いいな、作りたいな超デッキ。よしいきますね。はい、まだまだ向いていきましょう。まだ SR が出ておりません。そしてダブルレアが来てるかなっていう感じですね。はい、というわけで基本草エネルギーからのミュウ、ゼルネアス、そしてオートアブネ、ホウオウからのトリプルレア来ました。よこせ、これはソラドピカチュウブイナックス、いただきました。ありがとうございます。ジャンボジェットよりも高いところを飛んでおりますね。この巨体で空飛ばれたらひとたまりもないよね。飛行機側としては避けることもできんしみたいな。ピカチュウあれかな、空飛ぶときちゃんと許可取ってんのかな、気になりますね。スリーブがガンガンなくなっていくぜ。よいしょ。というわけで残り4パックでございます。残り4パックから SR が出てきてくれるはずでございますね。いきましょう。よいしょ。これは
SR っぽい、 SR っぽいやつがようやく来ております。大木戸っぽい大木戸っぽいです。トレーナーズっぽいです。行きましょう。アクエネルギーからのコスモーク、そしてホウオウ、ソルガレオ、よいしょ。あー、木戸博士だ、木戸博士だ。木戸犬って言いそうになる大木戸博士の研究じゃないんだよな。25周年アニバーサリーコレクション、向いた方の多くがそうなんじゃないでしょうか。私もでございます。私も、博士の研究の SR でございました。いやもうね、私の周りで博士の研究向いてる人多すぎるんだよね、 SR 枠。どういうこと？なんか他にないの？もしかして SR 枠少なめ今回。なんかミュウの UR があるらしいっていう噂だけ聞いたんだけども、なんか空を飛ぶピカチュウとかさ、波乗りピカチュウとか、この辺りも SR ありそうなんだけどね。まあ、あの開封動画撮り終えたらちょっとその辺りの情報もね、また探っていこうかなと思いますけれども、まあとりあえず私のところは博士の研究でございました。はい、さあじゃあ残り3パック流していくぜ。よいしょ、ルギア、グラドン、リアルガーからの、よいしょ、ザマゼンタいただきました。ありがとうございます。よし、ザシザマ揃ったぜ。いやー、しよしよしよし、よかったよかった。もうだいたい語りたいところは全部語れるね、これで。はい、というわけで、ザシアン V、ザマゼンタ V いただきました。今回はどちらも鋼タイプではなくて、超タイプ、等タイプでございます。で、ザマゼンタ V、 こちらが盾のうなり、このポケモンがいる限り自分の等ポケモン全員が相手のポケモン VMAX から受ける技のダメージがマイナス20されます。うん、というような能力でございますね。でザシアン V、 ザマゼンタ V、 こちらつながるイラストになってるんですけれども、めっちゃおしゃれなのがさ、ザシアン V の体もザマゼンタ V の体もちょっとだけ相手のところに映り込んでるんですよね。いかにもさ、この2つ並べて飾ってくださいよっていう有田光弘さんの熱いメッセージがなんか伝わってくるような、そんなイラストになっておりますね。スリーブに入れることはあんまり考えていないこの構図、大好きです。はい、であとさ、もう一つちょっと言わせてほしい。あのさ、この25周年のマーク分けてますよね、右と左でね。こういうところもね、やっぱ見てて愛を感じませんか。もう絶対これ並びで置くために、ここのつながり見せるために絶対にアイコン横に動かしたよね。こういうこだわりがいいな。やっぱ今回のパックいいよね。いつもの8倍ぐらいカードのこと考えてると思うわ。あ、最後なんかちょっとミラーで終わりそうです。ちょっとだけ救われますね。はい、コスモーク、パルキア、ハカケンからの、よいしょ、ソルガレオのミラーいただきました。いいね、ラストいい感じにミラーが出ました。ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあちょっとスリーブにしまいますね。はい、というわけで、パックの方を一通り剥き終わりまして、残すところはプロモカードパック全25種類の中から何が出るのか最後に見ていきたいと思います。そうだな、何が欲しいっていう話をすると、まあどれも欲しいんだけれども、ブラッキー、好きなポケモンでいくとやっぱりカプテテフかな。サンムーン環境のポケカやってた人からしたら、もうカプテテフ GX ってね、もう親の顔よりも見たカードだと思うので、まあそういう意味でね、私はぜひとも当てたいなと思うところです。さあ、というわけでプロモカードパック4パック1枚ずついきますね。どっち向きだ、お、なるほど、じゃあこっち裏向きでいきましょう。いきますね。で、何が出たら嬉しい、何が出たら嬉しいんだろう、まあ、全部欲しいな、何でもいいなよし、じゃあブラッキースターが出たらめっちゃ嬉しい、それでいきましょう。はい、いきます。まず1枚目、せーの、バーン、はい、ドンファンいただきました。ありがとうございます。これね、グレートポケモンって呼ばれていた、カードのイラストでございますね。こちらはポケモンカードゲームレジェンド時代に刷られていたカードのリメイクっていう感じなんですけれども、まあグレートポケモンね、なんかこんな枠がちょっとぶち抜いた感じのイラストになっていて、で若干他のポケモンよりも強いですよみたいな、なんかそんな感じの設定になっていたカードでございます。能力等々はその当時のものがそのまま刷られている感じですね。はい、そんな感じになっておりますと。じゃあ2パック目いきましょう。いきます、せーの、バン、はい、おお、いいですね、マグマ団のグラードン、超かっちょい、良きですね良きですね。ちょっとあれですね、せっかくのプロモだからやっぱ
ダブルスリーブでいきましょう。さっきさ、どれが出ても嬉しいなって言ったけどさ、やっぱりフルアートじゃないイラストが出てくるとおってなりますねおってなっちゃうな、やっぱり。うーくそ、やっぱりフルアート欲しいな。というわけで改めまして、矢沢和夫さんというイラストレーターさんがご担当されたマグマ団のグラードンのカードでございます。もともと収録されていたのはマグマ団のハーフデッキに収録されていたものですかね。であとこの謎のマークについてなんですけれども、このポケモン自体が、糖タイプかつ悪タイプであるという2つのタイプを持ってますよっていうのを表すような、そんなマークになっておりますという感じです。いやー、おしゃれですね。あとちょっと今更なんだけど、このギラつく感じの今回のフォイルの加工もめっちゃかっちょいいですね。いいな、昔のカードがこう再録されるとなんかおしゃれ感が増しますね。はい、3パック目いきます。せーの、よいしょ、いただきました。ゼルネアス EX でございます。ありがとうございます。よし、確かね、公式のホームページにも書かれていた通りですね、ゼルネアス EX 初めてのフェアリータイプの EX ポケモンみたいな感じになってたかなと思います。はい、そう、クチートではなかったんですね。まあ、クチートではないよね。そりゃそうだよな。では、最後、行きましょう。ブラッキー出るかな？行きます！せーの！よいしょ！デントラーですね。いただきました。ありがとうございます。はい、というわけで、レベル X のエントラーをいただきました。ありがとうございます。イラストレーターさんが有田光弘さんでございます。今となっては珍しいですね。3DCG でイラストを描いていた頃の有田光弘さんのイラストでございますと。なんかかなり雰囲気が違いますよね。なんかこの頃の有田さん、まあ若干瞑想感がありますよね。言っちゃうけどさじゃあちょっとリザルトの方いきますね。はい、というわけでリザルトでございます。今回ですね、ポケモンカードゲーム25周年アニバーサリーコレクション、こちらのボックス1ボックスとプロモーションカードパック4パック開封させていただきました。開封結果このようになっております。SR 枠博士の研究の SR が出てくださいました。ありがとうございます。まあね、高額ではないという話をちょっとどこかで聞きましたんで、まあそこはちょっと気になるんだけれども、でもさ、これ杉森健さんの書き下ろしイラストなんですよね。なのでね、杉森さんのフルアートが書き下ろしで見れるっていうのはかなりイラストアートは高いんだよなと思うところでございますね。おっさんだから高額化しないっていうのはなんかちょっと腑に落ちないところかなと思うんですけれども、まあいいんじゃないかなと私は思います。私は好きです、このカード。ありがとうございます。はい、でミラーのカードですね。ミラーのカードが合計4枚かな来てくださっております。はい、ね、特に鳳凰とルギアがミラーで揃ったんで、ここはかなりアド高いですね。嬉しいですね。ありがとうございます。で、ゼルネアスイベルタル、こちらはね、とりあえず通常版が2枚セットで出てきてくださいました。ありがとうございます。で、ミラー版がまだ手に入ってないんでね、江川さんのファイリングをするためにちょっとミラーの方も、どうにか手に入れたいなと思っているところでございます。はい、で、V ポケモン、V マックスポケモンといたしましては、空飛ぶピカチュウが、ダブルレア、トリプルレア来てくださっております。波乗りピカチュウはいなかったね。そちらの2枚はちょっと当たっていないなって感じるところです。で、ザシアン V とザマゼンタ V、こちらはセットで出てきておりましたね。これ嬉しいですね。で、ピカチュウ V ユニオン、これもなんとか1セット出てきてくださいました。これもしかしたら、ワンボックス買えば1セットは出るみたいな感じになってるのかな？どうですかね？皆さんちょっと開封してみた結果、ぜひ教えてください。お願いします。で、プロモーションカードパックはこんな感じでございました。マグマ団のグラードンがやっぱ一番かっちょいいな。いいですね、いいですね。で、あとはイラストレーターさんの、語りとしては、このレントラーね、レベル X もうちょっと語りたかったなとは思うところなんですけれども、なんていうのかな、有田さんにもこういう時期があったんだなと感じるような、そんなイラストになっております。はい。な感じです。といったところで今回の動画は以上でございます。よろしければチャンネル登録や評価、コメントなどいただきますと幸いでございます。それではまた次回の動画もお楽しみに。またね。ご視聴ありがとうございます。今回の MVP はこちらのカードでございます。皆さんが気になるカードありましたか？コメント欄で教えてくださいね。特効庁のマスメディアではポケモンカードのコレクター向けの動画を投稿しております。他の動画が気になる方はチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。すべてのカードに価値を。特攻庁でした。